ルチャーブレイクスルーズアーゲンスト、今回なんですけれども、学年1位の裏技、なんでみんなと同じ勉強して差がつくのというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。皆さん、学年1位のあいつと俺の勉強時間ってそんなに変わらないはずなのに、どうしてこんなにも差がついてしまっているのと気になったことはありませんか？というわけで、今回はなぜ同じ勉強しても成績がいい人と悪い人で差が生まれてしまうのかという決定的要因を全部で3つの観点から解説していきたいと思います。というわけで早速いきましょう。まず1つ目の観点は授業の受け方です。皆さんも経験的になんとなく感じているとは思いますが、同じ授業同じ時間だけ受けたとしても成績の良し悪しには明確に差が生まれてしまいます。ではなぜその差生まれてしまうのかということで、成績がいい人と悪い人の授業の受け方の違いを3段階に分けてご紹介することでサクッと解説させていただきます。まずは最も成績が悪い方々の授業の受け方からご紹介していきます。ではそれはどんな授業の受け方なのかというと、授業を聞かず板書を取っているだけという状態です。これ実は全体の7割程度、成績が5段階評価で最下の方々が特にやってしまっているんですが、このレベルの方々は授業をろくに聞かずただ板書を取るだけ、あるいは板書すらも取らないという状態が恒常化してしまっております。僕も塾講師、家庭教師をしていた時に数多くの学生に授業を教えてきた経験がありますが、このレベルの学生さんは本人自身の意識が極めて低く、授業で能動的に知識を吸収しようという姿勢がほとんど感じられません。彼らは勉強するために板書を取っているのではなく、先生に怒られないようにするために板書を取っていることが多いため、授業内容をほとんど理解していないことが多いですし、その怠惰な思考は大抵の先生にはバレています。そのため授業内では常に置いてきぼり状態であり、抜き打ちテストでいい点数を取ることはもちろんできませんし、テスト直前になってあれもこれもわからないと焦り散らかすという状態に陥ってしまいます。そして授業中ずっと置いてきぼり状態だと、授業時間を全て無駄にしていると言っても過言ではない上、そのしわ寄せは後で必ず自分にやってくるので、まずは授業内容を理解することを目的として授業を受けるようにしていきましょう。というわけでどんどんいきましょう。次は成績は5段階評価で4レベルの方々の授業の受け方です。ではそれはどんな授業の受け方なのかというと、授業だけは学びであるという状態です。このレベルの方々は板書を取ることは目的ではなく、授業内容を理解することが目的となっており、先ほどよりはるかに能動的に知識を吸収しようという姿勢があります。彼らの一番いいところは、授業で習ったことを授業内で理解して覚えようという当たり前の姿勢を常に徹底しているという点です。そのため、もし授業についていけなかったとしても、必要に応じて予習復習を行ったり、早めに先生に質問して疑問点を解決しておくという基本的な姿勢が身についている場合が多いです。ただし授業だけは学びであるという点にも少しだけデメリットがございまして、それは授業時間には制約があるということです。授業時間は1週間で多くとも2から3時間程度しかないため、その短時間で知識をがっつり定着させて応用問題でさえも解けるようにするというのはかなり無理があると言えるでしょう。というわけでラスト、最後は成績がトップ 1% の方々です。彼らはどのような姿勢で勉強しているのかというと、日常全てが学びであるという状態に到達しております。このレベルの方々は授業内で理解することは大前提として、授業外では学びを得ている方々が多いです。例えば数学の授業で2次関数を学習した際には、日常においても自転車の制動距離は速度の2乗にほぼ比例すると聞いたから、自転車の速度を2倍にしたら停止距離は4倍を見積もっておかないといけないのかと考えたりするなど、成績がトップレベルの方々は大げさではなく日常全てを学べと消化しているため、知識の応用力はズバ抜けて高く、初見の応用問題でも難なく解けることが多いです。実際成績が超凡な学生たちの中には、自作の数学の問題を作って仲間内で解いてみたりといったことを日常的に行っている方々も全然いたので、ぜひ授業内だけでなく授業外でも知識を貪欲に吸収していく姿勢を身につけることでトップ 1% の高みを目指してみた、いかがでしょうか。というわけでどんどんいきましょう。同じ勉強していても差がつく理由2つ目の観点は目的意識です。実は同じ時間だけ勉強していても目的意識が異なるだけで、成績の良し悪しには雲泥の差が生まれます。では成績がいい人と悪い人の目的意識で最も決定的な違いは何なのかというと、それはアウトプットを意識して勉強しているかどうかです。成績が悪い方々はアウトプットを意識することなくただがむしゃらに勉強してしまいますが、成績がいい方々はアウトプットを常に意識して最短距離で勉強を進めていきます。例えばめちゃくちゃ極端な例を挙げると、高校受験、大学受験に合格したいのに志望校の過去も一切解かずに勉強していたら、合格から歯が先に遠のいてしまうということは容易に想像できますよね。でそもそもなぜこれが NG なのかというと、それは過去も一切解かないということは、入試という最終的なアウトプットの場を全く意識しないで勉強しているということと同義であり、これが大幅な遠回りにつながってしまうためです。もちろん過去も一切解かずに受験するという行為は極端すぎて現実味が湧かないと思うので、もう少し身近な例を具体的にポンポン上げていくと、例えば英語長文特化を伸ばしたい場合、成績が悪い人はただただ単語帳を眺めてその全てをがむしゃらに暗記しようとしますが、成績がいい人は英単語の意味さえ分かれば長文は大体読めるので、英単語を見て和訳を一部で答えられる状態にできればいいと道筋を立てて、常に英語長文特化を伸ばす上で
での最短距離で勉強します。逆にスピーキングを伸ばしたい場合、成績がいい人は和訳を見て英単語を1秒で答えられるようにすること、例文を暗記することに特化して勉強します。これはスピーキングにおける語彙力、会話表現を増やすというアウトプットに適した効率の良い勉強と言えるでしょう。このように成績がいい人はアウトプットを常に意識して勉強する、すなわちゴールから逆算して勉強するという目的意識を必ず持っています。さらにアウトプットの場面を具体的に想像すればするほど勉強も本気で取り組めるようになり、知識の吸収効率も格段にアップするので、これからアウトプットで成果を出すことに直結した勉強が今できているかどうかを逐一チェックする習慣を身につけてみてはいかがでしょうか。というわけでラスト、同じ勉強していても差がつく理由3つ目の観点は Y 思考が身についているかどうかということです。勉強ができる人とできない人の一番の違いは Y 思考が身についているかどうかといっても過言ではないです。勉強ができない方々は結論だけを知ろうとする傾向は非常に強いですが、勉強ができる方々は結論ももちろん重要だが、それと同じくらい理由を知ることに重きを置いています。例えば勉強ができない方々は解けなかった数学の問題の解答解説を見て、ここに補助線を引くと問題が解けるようになるという解放を知ると、すぐに満足して次の問題を解き進めてしまうことが多いです。しかし勉強ができる方々は同じようにして解答解説を見ても、ここに補助線を引くという発想はなぜ生まれたのか、今度自分が同じような問題に直面した時、問題文のどの伏線から補助線を引くという発想を生み出せばいいのかといったことを必ず明確にしようとします。このように問題一つ一つに対してなぜを突き詰めていくと、一見膨大な時間がかかってしまうように感じますが、なぜをきっちり理解できると二度と同じミスを繰り返すことはなくなりますし、なぜの解決のために数珠つなぎで膨大な知識を獲得することができるため、一を聞いて十を知ることができるような人間になりますし、これは日常生活においても同様です。よく教育者に対する金言として、魚を与えるのではなく魚の釣り方を教えることが優れた教育であるという言い伝えがありますが、何もこれは教育者としても指定だけではなく、学習者としても魚を手に入れるだけでなく、魚の釣り方を学ぶことこそが優れた学習であるという姿勢は非常に重要な教訓として胸に刻んでおくべきだと思います。というわけで本日の動画内容をまとめるとこちらようになりますので、ぜひこれらの明確な違いをこれからのあなたの勉強に確実に生かしていただくことで、今度は同じ時間だけ勉強したとしてもライバルに差をつけることができる側の人間になってみてはいかがでしょうか。まずですね、私は大変恐縮ではございますが、現在のところこのチャンネルをご覧になってくださっている半数以上の方々にまだチャンネルをご登録いただけておりません。というわけでそんな約7人の未登録者の方々に登録ボタンをポチッと押していただくだけでチャンネル登録100万人も一気に近づくと思いますので、ぜひ無料なのでこの機会にご登録していただけましたら圧倒的に感謝いたします。またですね、高麗恋しているとブルーもちょっと出るシーンです。ハリーごちそうあざした。